函館競馬場9レースは駒ヶ岳特別、3歳児を1勝クラス、芝の 2600m 線に出走馬8頭、向こう上面中間やや左手より、ゲートインは8番サツキハピネスが早くも最後に収まってゲートイン完了。スタートしました。綺麗に揃いました。さあまず3コーナーに向かって先行争いは5番イージーオンミー、わずかに出るか、内2番ダノンジャッカル、2頭並んでいきました。その後に馬身差促して7番銀のサジが3番手、そのうちからすっと3番スティーロポリスも上がっていきました。こちらが3番手に上がって最初の3コーナーカーブ、1馬身半差、4番のフォトンブルー、3、4コーナー中間、6番のボーンイングランデ、後方から3投目、その後ろは3馬身がいて8番のサツキハピネス、おしまいから2投目、1番マケルナ正宗最後方です。8頭がばらけてきました。前から後ろまで15馬身ぐらいの隊列が4コーナーカーブを回ってこれからホームストレートに入ります。短期の逃げ、2番ダノンジャッカル先頭に立って1馬身半リード、5番イージーオンミー2番手です。スタンド前にかかります。その後1馬身インコース3番スティーロポリスが3番手、1馬身差7番銀のサジ4番手、そのうち体半分4番フォトンブルー、前から5投目、外6番のボーンイングランデ、8番サツキハピネスで 1000m1 分3秒ぐらいのペースになりました。そして2馬身切れて1番マケルナ正宗、これが最後方です。1コーナーカーブに入るところで8頭が一段になりつつあります。1コーナー回っていきました。さあ今度は先頭変わって7番銀のサジ、銀のサジ短期先頭、2馬身のリードです。再び2番ダノンジャッカルが差を詰めていきました。そして外へと出して4番のフォトンブルーが3番手になって2コーナー回ります。1馬身差3番スティーロポリスインの4番手、外並んで5番のイージーオンミー、さらに外6番のボーンイングランデ、向こう上面に出ました。1馬身半差8番サツキハピネス後方から2投目、1番マケルナ正宗最後方でスタート地点を過ぎて向こう上面中間地点です。先頭7番銀のサジリード体半分、2番ダノンジャッカル2番手、さらに外体半分4番フォトンブルー3番手で800を切りました。インの4番手3番スティーロポリス、外は並んで5番のイージーオンミー、2度目の3コーナーカーブ、外から6番のボーンイングランデ、隊列あまり変わりません。1馬身がいて8番サツキハピネスが後方から2投目、並んでいく1番マケルナ正宗最後方で前から後ろまで5馬身ぐらいです。さあ第4コーナーカーブ、今度は外から2番ダノンジャッカル再び先頭か、残り400を切りました。うち懸命に抵抗する7番の銀のサジ、外からは4番のフォトンブルー、さらに大外を回って6番のボーンイングランデ、直線コースに入りました。これら前を行く馬の間を狙って5番のイージーオンミー、さらには8番サツキハピネス、1番外からは1番のマケルナ正宗、これは激戦。先頭2番のダノンジャッカル追っている6番のボーンイングランデ、間から8番のサツキハピネス、さらには4番フォトンブルー、広がった後輪、わずかに2番ダノンジャッカルは押し切ったように映りますが、最後各馬殺到、4番フォトンブルー、8番のサツキハピネス、さらに外から6番のボーンイングランデ、広がってこれは激戦です。激しい追い比べとなりましたが、わずかに2番のダノンジャッカル押し切ったように移ります。鞍上は藤岡雄介騎手、途中7番銀のサジに先頭を奪い、先頭を変わりましたが、4コーナーカーブで外から仕掛けて再び先頭、そのまま激戦を押し切っています。最後並びかけた4番フォトンブルー、8番のサツキハピレス、大外6番ボーンイングランデ、広がって2着争いに移りました。勝ち時計2分42秒4、ゴールまでの 800m47 秒9、 600m は35秒8でした。2番ダノンジャッカル押し切りました。さあ2着は後方から最後差を詰めた8番のサツキハピレス、これが2番手に上がったようです。そして外6番のボーンイングランデ3番手優勢か、うち4番フォトンブルーとの3着争い、2着馬を挟んでこれは接戦、写真判定、1着2番のダノンジャッカル、鞍上は藤岡雄介騎手、2着8番サツキハピレス、1、2着はすんなり上がりましたが、3、4着は写真判定、5着7番銀のサジです。3着争い写真の発表並びに勝ち馬確定までしばらくお待ちください。